雨の中に消えては石坂洋次郎の小説である。若い女性1961年1月号から62年1月号まで連載され、1962年講談者より刊行された。1963年に映画化、1966年にはテレビドラマ化された。川地綾子、川原貴子、桑田君恵の3人は秋田県の 同じ高校の同級生で、共に上京し、東京、田園調布の一軒家の離れを借りてさ,さやかかつ、自由な同居生活を送っている。綾子は、上等大学文学部に入学。高子は、女子短大を卒業後に、太平洋出版に入社して、婦人記者となり、君へはデザイナーを目指して、洋裁学校に通っている。綾子は、村田栄吉という、 同じ大学の学生のボーイフレンドがいる。君へは高校時代の教師の渡辺との思い出に浸るようなところもある。高子は作家の高畑に好意を寄せられているが本人は苦手としている。ある日、彩子は英吉と共に都議会議員候補の川山の応援のアルバイトをすることになった。三人は激しい大人の世界に直面しながらも、 その発落とした青春群像を描いてゆく。1963年3月17日公開。主演は吉永さゆり。日本テレビの月曜20時枠の時間帯で、1966年8月15日から同年11月7日まで放送された。全13回。放映形式はモノクロ 16mm フィルム。石坂洋二郎原作のシリーズの 第四弾として放送。提供は、明治乳業と、田辺製薬。映像が現存し、2013年8月から、チャンネル猫で、全13話が放映。地上波では、1989年12月から1990年2月に、かけて、日本テレビの火曜日、深夜4時台で再放送されていた。ありがとうございます。